ここがヒスタリアか？さっきいた場所と同じように見えるけど。どこだ！ウソップ！残念だけど、あなたたちは行けなかったみたいね。リムちゃん？君も来たのか？いいえ、私は記憶のほつれに触れていないもの。つまり、あなたたちはヒスタリアに行けなかったということ。行けなかったって、どうして？どうやらヒスタリアに行けるのは、選ばれたものだけ、みたいね。それって…みんな、チョッパーとゾロがいないわ。リム、俺たちはどうやったら向こうに行けるんだ？記憶のほつれを通ってヒスタリアに行けたのは、彼らのみ。救出は二人に任せるしかないみたい。俺たちは信じて待つしかねえってことか。くそ、無事でいろよ、ウソップ。ここがヒスタリアか。他のみんなはどうしたんだ？俺たちとは違う場所に現れたのか、こっちに来られなかったのか。どうする？じっとしてる理由はねえだろ。行くぞ。おい、どこに行くんだよ、ゾロ。どこって、ウソップを探すに決まってんだろ。それはそうだけど、一人で行こうとするなよ。お前だけだと迷子になるだろ。え？迷子になるわけねえだろ。どの口が言ってんだ。お前を探すのはウソップを探すより大変なんだからな。おい、おい、チョッパー。なんだ？向こうで何か戦ってる。え？あ、この匂い、ウソップだ。きっとウソップが戦ってる。行くぞ。妙にガランとしてやがる。なんだ？こいつ、頭の上に妙なもんつけてんな。お前、怪我してるじゃねえか。どうしたんだ？草の化け物にやられたんだ。草の化け物？母ちゃんの病気を治すために薬草を取りに来たら襲ってきて。じっとしてろ、今手当てしてやる。それより長鼻の兄ちゃんを助けて。僕を守るために向こうで戦ってくれてる。長鼻のお兄ちゃん、行くぞ。大した怪我じゃなくてよかった。応急処置はしたからな。俺たちが戻ってくるまでじっとしてるんだぞ。う、うん。ウソップ、今行くぞ。いた、ウソップだ。ウソップ、ん？チョッパー、ゾラー、お前ら来てくれたのか。俺はもう二度と会えないかと。話は後だ。その化け物を切り倒すぞ。俺たちの邪魔はさせねえ。アウトポイント。
俺に任せろ。一刀流、いよい、シッソンソン。俺に任せろ。わっ、この程度の毒、鬼。何が起きてももう動じねえ。殺す。大丈夫か、チョッパー。おう、ウソップ無事でよかった。な、当たり前だ。俺がそう簡単にやられるわけねえだろ。それよりここは一体何なんだ。ヒステリーだ。ヒスタリアだよ。そう、それだ。チョッパー説明してくれ。その記憶のほつれをほどく鍵を見つ…うん、リムはそう言ってた。鍵か…しらみつぶしに下がっ…そういや…さっきやった坊主…ん？そういや、あの光ってたやつ…あの坊主が鍵だってのか。それはわからねえが、何か知ってるかもしれねえ。あいつのところに戻ってみよう。無事だったか、坊主。あ、お兄ちゃん。お兄ちゃんこそ無事だったんだね。当たり前だろ。俺は偉大なる海の戦士。あんな草なんかに負けるわけねえんだ。ところで、お前、その頭の上にあるのって。え、何のこと。その浮かんでる輪のことだ。分かってないみてえだな。どうしよう、これじゃ何もわからねえぞ。そうだ、俺薬草を探さないと。早く母ちゃんの病気を治してあげなきゃ。頭の上の記憶のほつれにそっくりな光の、ヒスタリアから脱出する鍵か、鍵につながるヒントに違いねえ。どうしたのお兄ちゃん。あ、いや、なんでもねえ。それより薬草探し、俺たちも手伝ってやるよ。また化け物に襲われるかもしれねえからな。本当？ありがとう。聞いた話によると、薬草はこの辺りにあるはずなんだけど。手当たり次第に探すしかないな。近くまで行けば、俺の鼻で嗅ぎ分けられるかもしれねえ。そりゃ頼りになるぜ。さすがだな、チョッパー。褒められても嬉しくねえぞ、この野郎。それじゃ、行くぞお前ら。あ、うん。なあ、みんな。どうした、チョッパ。もしかして、もう薬草を見つけたのか。あ、いや、そうじゃなくて、さっきの戦いで不思議な感じがした。確かに妙な力の流れを感じたな。言われてみれば俺も感じたな。まあ今は薬草探しに集中しようぜ。まずはそっからだ。そうだな。
でかしたチョッパー。ボズ、薬草を見つけたぞ。ありがとう。これで記憶のほつれも解消できるな。ああ、力も取り戻せる。離せこのぐ…やめろ。こっちは大金のために。なんだあいつ、武装してやがれ。おい、おっさん。そ…ああ、なんだてめえら。おい、おめえら、やる気みてえだな、坊主。お前じゃ退屈しのぎにもなりゃしねえ。竜巻！まだだ！が！どこにいようが撃ち抜く！必殺！解放し！まだだ！怖くねえぞ！くらえ！行くぞ！肩慣らしといくか。トラッ！まだだ！お、俺が相手だ。誰か、早く！これで元気になるぞ。引かねえなら切るまでだ。船長の邪魔だ。道は開けてもらう。坊主、あれ？あいつ。助けてー！うるせえ！あいつら。坊主ごと薬草を持ってきやがった。おぞ、あいつを助けねえと。目を離した隙にさらわれちまうとは。大丈夫かなあいつ。とにかく後を追うぞ。もう追いついてきやがったのか。諦めて坊主を返せ。こいつがこの薬草を渡せば返してやるよ。いやだ、母ちゃんの病気を治すためにはこれが必要なんだ。なら交渉決裂だな。そいつに手を出すんじゃねえ。心配すんな、ウソップ。あいつは一人だ。何かする前に俺が切る。一人だ？スナッファッファ、果たしてそうかな。俺にはな。あ、用心棒の先生。てめえら、覚悟。あの笑い方、それにこの展開。いいから構えろ。食われて。では先生、やっちまってください。一体どうしまったんだ。なんだか力が湧いてきやがる。俺もだ、ウソップ。理由はわからねえが、確かに力が溢れてくるな。あのトカゲには悪いが、少し試させてもらうか。そうだな。あう！
刀がうずく。一刀流、いよい、シッソンソン。やってやろうぜ。うさっぺ。みんなで力を合わせるんだ。アームポイント確定。ロゼオ。俺から行く。必殺火薬星。鬼。アームポイント確定。ロゼオ。俺から行く。必殺火薬星。よし、行くか。俺だって強くなったんだ。アームポイント確定。ロゼオ。よし、行くか。トラッ。お前を倒す三段はつけて。必殺これで元気になるぞ。助かった、チョッパー。おう、相手が強そうだからって逃げ出すわけにはいかねえ。昔はもっと嘘をぶちかましたもんなのに、今やそれができちまう。スノー、そんな、おい、スノーは、まだやるか。うん、許してください。ボス、大丈夫か。うん、母ちゃん、大事にしてやれよ。うん、じゃあ、俺行くよ。本当にありがとう、お兄ちゃんたち。ウソップ、ゾロ、チョッパー、無事に記憶のほつれを解消できたみたいね。ああ、バッチリだ。ところで、向こうでトカゲと戦ってる時に妙な感覚があったが。俺もそれ感じたぞ。ああ、俺もだ。リム、なんだかわかるか。多分だけど、あなたたちの中にあったつながり、記憶とともにそういったものも奪われることがあるみたい。私にはよくわからないけれど。つながりね。うん、よくわかんねえ。リム、記憶のほつれはまだあるのかしら。ええ、きっと。それなら見つけ次第解消していくのが良さそうね。次は絶対に俺が行く。ウソップたちだけほつれの中で冒険してずるいぞ。そういう理由かよ。